さんハイボールクラブへようこそ。今回はこちら、ニッカピュアモルトウイスキーレッド&ブラックをご紹介。ニッカウイスキー創業者である竹鶴正隆の後継として、ニッカ2代目マスターブレンダーに就任した竹鶴武氏は、日本のウイスキー市場が本物を求めるこだわり志向になってきている流れを感じ取り、先々の需要の増加と市場の活況を見越して、本格派のモルト原酒 100% のウイスキーの開発を決意します。ウイスキーが経済的な豊かさを象徴する道具となっていた時代に、ウイスキー本来の価値に光を当てるために、あえて飾り気を排除したシンプルスタイルを追求し、世に送り出したそうです。アルコール度数は43度で、薬瓶のような飾り気のない独特のボトルデザインが目を引くブレンデッドモルトウイスキーピュアモルトシリーズ、こちらを市場に投入しました。グラフィックデザイナーの佐藤拓によりデザインされたピュアモルトシリーズのボトルは、注ぎ口が短く薬瓶のような無骨で個性的なデザインが特徴で、同じく佐藤氏が手掛けたこちらフロムザバレルのボトルデザインとの共通項も多く、シンプルな造形に簡素なラベルという存在感は現在に至るまで普遍のスタイルとして受け継がれています。ニッカ2代目マスターブレンダーに就任した竹鶴武氏のイメージを具現化すべく、ピュアモルトのボトルだけではなく、ウイスキーの設計思想に至るまで細部にわたって佐藤拓によってデザインされました。ピュアモルトの開発コンセプトは、佐藤拓自身が自主的にプレゼンテーションするところから始まっていました。どうしたら手に取りたくなるのかをテーマに、パッケージはもちろんのこと、中身や内容量、ネーミングなど細部に至るまで、あらゆる部分を企画立案し、その総合性は単なるボトルデザインの枠を完全に超えていたそうです。ピュアモルトの開発は、ユーザーとウイスキーとの相互性とも言うべき体験や経験が特に重視されていて、お酒の楽しみ方というものは、飲んでいる時だけが全てではなく、店頭でボトルを手に取り眺めたり、酒瓶の前で議論を交わしたり、飲み干したボトルをめでるといった楽しみ方の多様性を緻密にシミュレーションして作り上げられるべきだという佐藤拓のデザインコンセプトが前提としてありまして、そこから時代の移り変わりで核家族化が進む中、少人数でも飲み干せる 500ml のボトル、かつ価格は LP レコードと同価格帯の2500円程度であること、そしてどこにも馴染むようにボトルデザインは個性を抑える、そうすることで空の容器をまた別の用途に使ってもらえる、そのためにラベルは水性の糊を使用して簡単に剥がせるように、そしてそのことはパッケージでこだわりをわざわざ説明しない、どこまでもきめ細やかにユーザーの動線まで緻密に計算し設計されたウイスキー。佐藤拓自身も当時20代で、同世代の若者たちの生活スタイルの変化やウイスキー離れを肌で感じていたからこその不振だったと言えるでしょう。1980年代当時の日本は大量消費のバブル期に、新製品を作ると同時にその製品のリユース・リサイクルについて考えるなどという発想はそもそも誰も持ち合わせていませんでした。今でこそ当たり前にどう再利用するかできるかという認識がありますが、バブル景気華やかな時代に、日本人の根底にあるもったいない精神にいち早く着目し、それをデザインの段階から取り入れていた佐藤拓の先見性は驚異的だったと言えるでしょう。ユーザーと商品の出会いから、飲み干したボトルが何かに使えると気づくまで、その全ての時間をデザインしたのがピュアモルトに使われているこちらのボトルです。そのピュアモルトシリーズですが、2018年6月をもって全ラインナップの一般販売を終了して9倍扱いとなっています。しかしながら2022年現在では、
余市宮城郷蒸留所の各蒸留所にて販売価格が消費税込み2200円の限定品として現在も販売が継続されています。発売当初の1984年昭和59年11月にこちらの2種類、その3年後の1987年昭和62年6月にさらに1種類が追加され、合計3種類のラインナップが存在し、そのラベルと色によってそれぞれに個性と特徴がありました。その3種類ですが、余市蒸留所のモルトが主体となっているこちらのピュアモルトブラックと、宮城郷蒸留所のモルトを主体としたピュアモルトレッド、それに加えもう1種類スモーキーな原酒を主体にアイラモルトタイプのピュアモルトホワイトというものがありました。こちらは2015年8月に終売となっています。中でもピュアモルトブラックとピュアモルトレッドは蒸留所限定品という体裁で販売が続けられていますが、先立って販売を終了したピュアモルトホワイトはブレンドの構成と味わいが斬新すぎたのか、現在も終売扱いのままとなっています。1980年代発売当初のピュアモルトシリーズは海外からの輸入原酒、俗に言うバルクウイスキーですね、が多く使われていたようで、ピュアモルトブラックはカリラ系モルト原酒がブレンドされ、ピュアモルトレッドはベンネビスやトマーティン系モルト原酒、そしてここにはないんですけれどもピュアモルトホワイトはモーモア系アイラモルト原酒が使用されていたようです。時代が進み現代に至るにつれ、ピュアモルトブラックは余市モルト原酒メインへと移行し、ピュアモルトレッドは宮城郷モルト原酒をより強く前面に押し出すブレンドに比率を変更し、ピュアモルトホワイトにおいても余市蒸留所のヘビーピートタイプのモルト主体にブレンドを変化させて、徐々に自社蒸留のモルト原酒の比率を高め、海外のモルト原酒の使用比率を落としていったようです。しかし海外産原酒が完全にゼロになったわけではないようで、2021年4月より運用されているジャパニーズウイスキーの定義における要件を満たしていないところを見る限り、輸入原酒の使用は完全にゼロというわけではなく、終売品のホワイトを除くピュアモルトブラックやピュアモルトレッドにも少量ながら海外原酒のブレンドは現在も継続されているようです。ピュアモルトシリーズのボトルそれぞれの特徴ですが、ピュアモルトブラックは余市蒸留所のピートが効いた力強いモルト原酒が主体で、スモーキーかつ重厚な香りとバニラのような甘みが漂うブレンドが特徴的です。シングルモルト余市に比べると若干まろやかで、宮城郷モルトも感じることができます。対する宮城郷蒸留所のモルト主体のピュアモルトレッドは、宮城郷蒸留所の単式蒸留モルト原酒の特徴であるフルーティーで爽やかさのある香り立ちと繊細で優しい風味、そして調和の取れた味わいが特徴です。シングルモルト宮城郷と比べると芯がしっかりとした味わいの中にも余市や海外モルト原酒の風味も感じ取ることができます。そしてここにはないんですけれども、もう1種類のアイラモルトタイプのピュアモルトホワイトは余市蒸留所のヘビーピートタイプのモルトが主体で、海藻や洋土系の強いピート根を持ち、コクのある味わいが特徴です。近年のハイボールを中心としたウイスキーブームにおいては、ピート根を抑えた飲みやすさ優先の癖の少ないモルト原酒が重用されることが多く、ピュアモルトホワイトの原酒構成はハイボール主流の市場トレンドに逆行した結果、終売の浮き目にあったと考えられるでしょう。空前のウイスキーブームによりアイラモルトという存在が日本でも市民権を得た現在、ピュアモルトレッドやブラック同様に現行売価の消費税込み2200円という手頃な価格で販売が継続されていれば、ピュアモルトホワイトの他にはない味わいが注目を集め超人気ボトルとなっていたかもしれません。往年のブレンデッドモルトの試行錯誤を知るために再販が望まれます。さて、本格派のモルト原酒 100% のウイスキーとして誕生したピュアモルトのブランドですが、その立ち位置はモルトウイスキーの中でどういった感じだったのでしょうか。
原料がモルト 100% で単式蒸留されたモルト原酒で作られたウイスキーを大きな枠でモルトウイスキーと言います。その中でも単一蒸留所のモルト原酒だけを使って製造したものは一般的にシングルモルトウイスキーと呼び、複数の蒸留所のモルト原酒を混ぜ合わせたウイスキーはピュアモルトウイスキーやブレンデッドモルトウイスキー、またはバッデッドモルトウイスキーと呼ばれています。日華ピュアモルトシリーズは商品名から読み取れる通り、当然ピュアモルトウイスキーですから、単式蒸留機で蒸留されたモルト原酒 100% のウイスキーであることが最大のセールスポイントです。しかし同じくモルト 100% ウイスキーを掲げていた姉妹品がありました。オールモルト製法で有名な日華の終売ボトル、オールモルトとモルトクラブです。ピュアモルトシリーズと同様にモルト、大麦麦芽ですねのみを原材料としているモルト 100% ウイスキーであることは同じなんですけれども、製造工程において単式蒸留モルト原酒にグレーン扱いとなる連続式蒸留モルト原酒を混ぜ合わせたことにより、オールモルトとモルトクラブは全量モルト原酒であってもカテゴリーとしてはブレンデッドウイスキー扱いとなっています。特にオールモルトとモルトクラブに対してピュアモルトシリーズの絶対的に違う点は、こちらのオールモルトとモルトクラブのように連続式蒸留モルト原酒であるカフェモルトと言われるものを使用していないところになります。つまりこちらはですね、単式蒸留機のみで蒸留されたモルト原酒 100% ウイスキーということになりますね。2015年9月に起こったラインナップの大幅整理と再編劇であった、いわゆる日華ショックを首の皮一枚で繋いで、なんとか生き延びたこちらのピュアモルトブラックとピュアモルトレッドは、1984年の発売以来、簡素なラベルとシンプルなボトルデザインに秘めた質実剛健さを売りに、ブランドを継続してきた銘柄で、コアなファンも数多くおられるボトルでもあります。国産ウイスキーファンのためにも、なんとか復権の時期を待ってブランド再興を図ってほしいと切に願わずにはいられない、そんな愛おしいボトルです。では後編ではですね、こちらの2商品ピュアモルトブラック、ピュアモルトレッドをですね、それぞれストレート、トワイスアップ、ロック、ハイボールでテイスティングしていきたいと思います。ここまで長い時間ご視聴ありがとうございました。後編に続きます。おっさんハイボールクラブでした。